トゲウウ魚は、ウチ目ウウ魚科に分類される魚類の一種。種商業は、戦車競争の魚車を意味する。沖縄では、カーサーと呼ばれるが、本種だけでなく、ウウ魚科全般を指す。幼魚似ている種で風ョウウ魚がいる。両種は、容易に見分けることができ、以上の特徴を持つ個体は、風ョウである。雑食で、藻類、サンゴのポリプ、イソギンチャク、 魚卵、小型甲殻類、プランクトンなどを食べる。水深40メートルまで、サンゴ礁を中心に、その周辺の天石体や砂底、枯れ状、岩礁域、漁港などで見られる。生息域がかなり広い。沖縄では普通種であり、どこでも見られる。場所に餌付けされているところではしばしば大群を作るが、気が強いため、単独化ペアでいる場合が多い。 幼魚は、死滅海遊魚として有名。本州で見られるのは、ほとんどが幼魚である。冬季に水温が低くなるにつれて見られなくなり、夏になるとまた黒潮に乗って、本州沿岸で見られる。本州では、最大でも5センチメートル以内の個体しか見られず、成長するにつれ、深いところに移動する。磯だまりなどのタイドプールや堤防などに、風来鳥と一緒にいることが多い。 自家採集の定番種でもある。航海、太平洋、インド洋に生息する。蝶々魚の中でも特に分布域が広い種の一つで、地域により変異が見られる。分布域ごとの外見上の際については、蒸気、形態を参照。本種は干渉魚として比較的安価で流通しており、丈夫なため、アケボノ蝶々魚、フライ蝶々魚、ミゾレ蝶々魚と並び、 手軽に飼育可能な初心者向けの種として勧められる。ありがとうございます。